今一度己を奮い立たせるとしよう。この忙しい時に何用じゃ。長城殿、怪しげな薬を流布しているのは貴殿ですな。もはや言い逃れはできませんぞ。すでに妖魔と化しておったか。礼儀をわきまえぬやつよ。土産もなしに勝手に乗り込んでくるとは。土産がない、代わりにそなたらの気をいただこうか。
これだけあれば千年の帝国も築けよう。何者かに先を越されたようだ。これより天下はさらに荒れることになろう。これも天意か。よかろう。ならば戦い抜こうではないか。乱の火が絶えるまでな。一介の臣たる身の上に甘んじるわ。これまで艦長すでに凋落し、天下を治める力なし。なれば我こそが悪しき旧態を打ち破り、世に安寧秩序をもたらさ。今より求めるは清濁問わず最略のみ。共に修羅の道を歩みたくば、いつでもこの勧誘を尋ねよ。炎をまといて天へと飛翔しようぞ、朱雀のごとくな。
戦は近いぞ。本所と共に準備を急がねば。モウトク、ようやく腰を上げたか。俺たち兄弟の出番がやっと回ってきたな。長女を亡き後、丹薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と丹薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二つの小生に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな。交渉と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。丹薬と共に
ビューに逃げろと？はっ。この両船が敵を止め、時を稼ぎましょう。任せたぞ、両船。